やなチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのはアウトサイダー仮面ライダーシリーズ、8案6種類セット、買ってまいりましたので、こちらの報告をさせていただきたいと思います。今回は結構アソートはね、結構理想的ですよね。まず、1のこの仮面ライダーエボル、そしてダークキバで、モールイマジンとガーディアン、これが2個ずつ入ってるんですよ。で、1個ずつしかないのがこのネガデンオとオルフェノク、これが1個ずつで、まあ考え方めっちゃこっちも貴重ですし、複数欲しいモールイマジンやガーディアンも貴重だし、今回は結構狙い目の多い内容になってると思います。それでは中身を見ていきましょう。仮面ライダーエボルから中身を見ていきます。さあ、これがついに衝動化になりましたよね。この衝動でかなり組み立てるシールを貼る手間の省けたあの、これが、エボルでございます。かなり大変でしたね、衝動でシールを貼るのは。その手間が一切なくなりました。続きまして、仮面ライダーダークキバでございます。ついにね、キバの方もキャラが2つ目出てまいりましたね。ダークキバ、このワインレッドっていうか、この光り方がかっこいいっすよね。いやー、目がこれクリアフォーズ使ってるのか、まあ、ペイントかちょっとクリアっぽく見えるのがもう結構綺麗でかっこいいと思ってます。で、次、3番目が仮面ライダーネガデンオですね。これが騒動だと確か9時でしたよね。そう、コンビニで売ってる9時で、ね、当たらないと、手に入らない、あの騒動のネガ電王が衝動だったら買うことができるようになりました。こちら、4番目、ウルフ・オルフェノクが出てきました。オルフェノク、これで2体目ですね。フォース・オルフェノクと戦ってるシーンなんか作るのが結構いいと思いますが、これを機にね、オルフェノクもどんどんコレクション化していきたいと思ってますよね。出てきてくれたら嬉しいんですがね。今回のターゲットの一つかもしれません、モールイマジンです。右手がこれで、左手が3種類ということなんですよね。3体、まあ、アサドで2体入ってるから2体は抑えられると思うんですけど、果たしてこれ3体揃えられるかが今微妙なところです。そして最後、さらに大変なガーディアンが出てきました。何が大変かって、これね、シールの貼り方によって4種類作んないといけないんですよね。ファースト、トウと生と北斗ですね。これはもっと一番争奪戦になるんじゃないですかね。皆さん、転売されない、で買わないようにできるだけ早めに手に入れた方がいいです。私に文句を、言う方もいらっしゃいますが、まずは急いで手に入れましょう。さあ、いかがだったでしょうか。今回アウトサイダー仮面ライダーシリーズ8弾見てもらいました。複数欲しいものがね、結構ありますよね。モールイマジンだ、ガーディアンだって。これが果たしてね、売り場ですぐになくなってしまうから、こういう状態になるかもしれない、こういう状態になるかもしれませんね。この辺はアソートで1個ずつしかありませんからね。しかも値段も上がってるから大変ですよね。本当にいくらあればいいんだよみたいな感じですけど、皆さんご予算の方は大丈夫でしょうか。私もなんとか、一生懸命働いて稼いで、買っております。あまりね、オーバーヒートしないように私も皆さんも気をつけましょう。今回は以上でございました。ぜひともチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。